界の頂点に立ち栄光の座を走り続ける弘坂まさみ。その天才的ドライビングテクニックは数々の世界タイトルを支柱にしている。1994年ドイツで開催された10分の1世界選手権はチャンプまさみ、メカニック父正明、チャンピオンメーカー横棒にとって新たなる世界挑戦のステージとしての幕開けとなった。10分の1オンロードという新しいカテゴリーへ、クロスモデル YRX で製作、メカニック、ドライビング、いわゆる三位一体での挑戦。世界の強豪を相手にコンマ1秒競うワールドレース。このマクロの戦いをまさみのドライビング、父正明のチューニングが制するか、目標はあくまでトップ。キャンプまさみが新たなるカテゴリーへのチャレンジャーとして指導を見せ始めた。静岡ホビーショーで発表されたヨコモ YRX 10分の1世界選手権挑戦プロジェクトは、少ないながら国内でテストを繰り返し確実にその戦闘力をアップさせていった。順番がめちゃくちゃになってるな。来ないよ。邪魔してたいな。じゃあ次後ろ行くわ。分からへんね。これから始まるっていう感じ。フランス・パリ郊外で行われた12分の1世界戦、惜しくも優勝を逃したが、新チャンピオンデイビッドとの決勝3ヒート目での息詰まるデッドヒートは世界戦の歴史に残る好レースであった。そしてドイツ10分の1世界戦、プラクティス初日から雨、他のチームが走行を控える中、 YRX だけが濡れたコースを走る。15秒2ぐらいで走りますね、彼は。よし、もうちょっと上げよう。プラクティス2日目、各チーム精力的に走行する中、やはりまさみが気になるのは若き新チャンピオンデイビッド。ラップタイムの上でもまさみとデイビッドの一騎打ちの様相を呈してきた。予選1ラウンド目、最長に走る YRX にトラブル、大幅にタイムをロスしてしまう。
コンクールドエレガンス優勝はチーム内に明るさを取り戻させた。そしてその夜、ボディメーカープロトフォームから軽量のスペシャルボディが贈られる。そして正明氏は YRX のセッティングに取り掛かる。クピンが曲がってるんです。こんだけ歪んでしまって、わかりますかこれ、この歪みが。高速レースでのクラッシュは予想以上にマシンに与えるダメージは大きく、1日の走行が終わると全てマシンをばらし、チェックし、そして新たに組み直していく。そうと思った。ということはどう考えてもシャーシーで出た量は出てなかったよね。24g。 24にしてよかったらいいんだけどな。軽いよ。あれ全然違うな。40g。 すごい。マシーンのセッティングにおいて軽量化は最も重要な要素の一つである。50g の軽量化で約1秒近くラップアップが見込めるだけに、セッティングには細心の注意を払う。今回このスペシャルボディの入手で確実にラップが上がるのは間違いない。ニューボディです。今日がこれで走ります。なかなかかっこいいですね。風でこうならないな。柔らかい。昨日28位だったんで、今日はこのボディもうちょっと上の方へ行けるような。ちなみに決勝は10台しか残れないんで、今のところ予選落ちです。予選2日目、まさにデイビッドの一騎打ちかと思われたこのレースだが、さすがに世界戦出場選手たち徐々にタイムを出してくる。直線のスピードも上がり、ライン取りも各選手シビアになり、コーナーも鋭くインを攻め出してくる。前日の予選第1ラウンド、後半バッテリーが垂れるという予期せぬトラブルで後半大きくタイムロスした正美。まずこの日朝一番のラウンドでタイムを出し、勝負をかけて上位に食い込む作戦に出る。スタートから丁寧に、しかし鋭くコースを攻めていく。16周4分7秒43、一気に予選トップの好タイム。ひなみくん、ボディ良かった。ボディが良かったじゃん。涙出るぐらい嬉しいわ。いや、まだ喜ぶの早いし、ここから行きますからね。前日のミスを全て吹き飛ばす快走。ボディが軽くなった分、受信機用バッテリーを積み込み、バッテリーの負担を軽くし、さらにセッティングを煮詰めていく。タイヤもどの種類を使用するかほぼ決まってきた。マサミが先行してデイビッドが追いかけるという12分の1レースとは逆の展開に、少し焦り気味のデイビッド。タイムが上がらない。1周のラップではマサミを上回るが、4分16周10秒の壁が破れない。そして迎えた4ラウンド目、順調に走行を続けていた YRX、 しかし4周を過ぎたところで急にスローダウン、リタイア。
トラブルの原因がわからない。各パーツごとにチェックを入れていく。原因はモーターのダイオードの破損。高速走行のため予想以上にブレーキがきつい。モーターにブレーキをかけるとき大量の負担がダイオードにかかってくるらしい。モーターチューナーのリーディ氏から走行1回ごとにダイオードを新品に変えるように指示が出た。いやいや分からへんけど、多分そうやろ。モーターもアンプも、うん、異常ない。チェックしてない。タイヤのテストできました。もう一回同じの使います。予選2日目、最終5ラウンド。さっきのリタイアを吹き飛ばすかのように。快調に周回を重なる。どんどんと周回遅れの車をパスしていくが、やはりコースがクリアでないためタイムロス。4分10秒を切れずに予選2日目を終える。デイビッドも積極的に飛ばすが、やはり4分10秒の壁は厚く、3位に終わる。今日1日で一気に28番上がりましたね。28人抜きです。まだ抜かれるかもしれないですけど。そうです。まあまず、上出来ですね。予選最終日、サーキットへ向かう車の中、我々日本チームにとっては大変縁起のいい出来事が起こった。もう今日はこの動かしたらあかんっつって。はい、到着。オールナマジで到着しました。見てください。ナラが5つ。偶然にも習いました。すごいですね、これは。これは作れないですよ。予選グループの組み替えが行われ、ゼッケンは1番。2日間5ラウンド終わり、マサミはトップに立っている。しかしデイビッドをはじめアソシエイティッドのチームもセッティングを煮詰め、タイムを徐々に詰めてきている。今日の4ラウンドは熾烈な戦いが予測される。マサミ陣営の予想した TQ タイムは16周5秒を切ること。このサーキットは気温が上がるとタイムが出ない。勝負をかけるのは午前中の6ラウンド目か最終9ラウンド目である。マサミのマシンは今一番快調な状態だ。全て本戦用のバッテリー、モーター、タイヤ、パーツ類を使い勝負をかける作戦を取った。
確定する16周4分3秒のタイムを叩き出す作戦成功である。ラウンドも果敢にコーナーを攻める正美だが、やはり気温の上がったコースではタイムが出ない。しかしマシーンは4分5秒、4秒、8秒台と安定した走行を続けている。全てに順調だ。A メイン進出をかけ、アソシエイティッドのワークスチームをはじめ各ワークス上位選手もセッティングに気合が入ってきた。30.
予選も最終を迎え、各チーム熱のこもった走行を見せていく。昨日以上のタイムをなかなか出せず焦るデイビッドだが、気温の下がった予選最終ラウンドにやはり勝負をかけてくる。デイビッド、素晴らしい走りで4分間コースを攻め抜く。しかし、ワンラップのタイムではマサミのタイムを上回るが、4分間コンマ9秒の差で2位となる。横もチームの作戦勝ちである。予選終了後行われたバンケットパーティー、ベストラップのデイビッド、 DQ マサミラが表彰された。Masami Hirozaka from Japan. Congratulations, Masami. All the best for you for the race. This is your award. なんとかトップ通過したみたいです。こんなちょっとですけど。明日に決勝を控え、静かにセッティングを行う正明氏。今日勝負の分かれ目となったバッテリーについて話してもらった。バッテリーって絶対同じものが2つできないんですよね。だから一つのチームがたくさんの選手を抱えてると、それをみんなに分けていかないといけないんで、こう集中できないんですよね。だからその辺、数、バッテリーの持ってる数とドライバーの数によってその振り分けられていくんで、その辺がまあ難しいところですね。だからおそらく今回のデビッドも最初の頃は、予選の最初の頃は当然いいバッテリー使ってなかったんで、最後で悩んでたんですよね。ところがだんだん最後になるといいバッテリーが出てきて、おそらく今日使ったのはもう明日の決勝用と変わらないぐらいのレベルのも使っていってると思うんですよね。まあ今回の場合、マサミの場合は比較的
較的というか一人に集中できるんで、予選からもういいバッテリー使っていってますから、だから早いところで勝負ができる。だから今日使ったあの1回目に使ったのはもうほとんど決勝と変わらない高いレベルのものですし、だからもうあれがあのバッテリーではもう限界ですね。だからあとはもう腕で明日は稼いでもらわないと、これ以上の記録は望めないということですね。世界選手権という非常にシビアなマシンセッティングが要求される世界では、シャーシーのネジの締め込み方一つでその特性が変わってしまう。同じ圧力で一つ一つ確実にしっかりと組み込んでいく。今日はいいレースになるでしょう。ユニムの地の A メインの3回目を3回やるような感じですね。多分コントロールプラックス入れて4回やるんで 2-2 で終わるんじゃないかなと思うんですね。そのうち誰がレースで2回取れるか。何回僕ら3位4位とかになったりするんですけどね。雲を一つない快晴で迎えた決勝当日の朝、サーキットに一番乗りした日本チーム。マサミは一人路面の状態やコーナーの一つ一つを確かめながら静かにコースを一周する。どんなレースでも決勝を迎えるとき、マサミは必ず静かに一人コースを回る。前日までの厳しかった予選、自分の走ったライン、コーナーポイントを一つ一つ目で確認。今日の決勝3ラウンドがどんなレースになるのか、自分の走りをイメージしていく。他のチームも順次コースに到着する中、正明氏はまず予選でトラブルのあったバッテリー、ダイオードのチェックから準備を始める。本戦用3本のバッテリー、そしてダイオード、準備は整った。Thank you.
次々と各メインファイナル1ラウンド目が行われていく。予選の結果 TQ 正美と2位デイビッドの差はコンマ9秒、4分間16周でのこの差は1周100分の4秒差、そして A メイン最後尾10位との差でも 6.5 秒、1周コンマ5秒の差。このタイム差から考えると非常にシビアで熾烈な戦いとなる。マシントラブルはもちろんのこと、ドライビングにおける一瞬の判断力、一つのミスが命取りになる。ミスは許されない。すべてにおいて完璧でなければレースは勝てない。メカ正明氏、そしてサポートメンバーが慎重にマシンをセットする。レースを一人見つめる正美。今から始まるファイナル、どのようなレースになるのか。幾度となく世界戦を経験し、そしてチャンピオンのタイトルを手にしてきた正美だが、チャンピオンだけが感じるプレッシャー、そして緊張か。レースはドライビングテクニックやマシーンの良し悪しだけでは勝てない。勝負の分かれ目はマインドコントロール。全神経を集中しファイナルレースに勝負をかける。正美は今チャンピオンであることを忘れ、チャレンジャー、挑戦者になっていく自分を感じていた。A ファイナル1ラウンド、スタートよく全車揃ってきれいに飛び出す。しかし1周を回るところ、最終コーナー出口、正美をしっかりマークして2番手を走るデイビッドがクラッシュ。そのまま正美は抜け出し独走態勢に入る。
ホールツーウィンの圧勝。まず正美が1勝。デイビッドはスタート後のクラッシュが答え、その後追い上げるが5位に終わる。よかったね、とりあえず。第1ラウンドの圧勝に喜ぶ日本チーム。しかし正明氏は慎重。世界戦という舞台を数多く戦ってきた彼はいかに勝つことが大変かを知っているからである。何が起こるかわからない、それがレースだ。デビット何番かなり上位か6位だと。まあ1回は座れますからね。そしてライバルがいて初めてのホーレース、デイビッドのことが気にかかる。失敗するともう逆ってくるんですよね。今まで2回やっちゃったからね、ミスらしちゃったからね。翔さんが失敗しなきゃ。まだそうしてプレッシャーをかけるでしょう、この胴体に。1ラウンド目の圧勝。マシーンもマサミも最高の調子だ。このまま何も起こらずこのラウンドで優勝を決めてしまいたい。スタッフ全員がそう思い願う中、2ラウンド目がスタート。おかしい。簡単にデイビッドに抜かれた後、急にマシーンがスローダウン。一周を回ったところでストップ。デイビッドがトップで通過していく中、YRX がアウトフィールドに持ち出される。何が起こったのか。デイビッド1勝ずつ。優勝の行方は第3ラウンドへと持ち越された。面白くなってきましたね。今まで物静かだったケビン氏が緊迫した様子でマシーンに触るなと声をかける。どうやら彼には原因が分かっているらしい。Yes.
の。Masami, what happened? I don't know. Now checking. Oh, shit. Maybe, ケビン氏はまずバッテリーだけを外しチェック。そしてアンプモーター類はそのままボディに乗せたままチェックする。モーターチェッカーを取り付け、ブラシスプリングにドライバーを当てると、原因はモーターのブラシが浮いていたらしい。ブラシが浮いてる。治ってる。こんな時にこんなことが起きないとね。そうそうなんですよね。純レーシング仕様のモーターマウントは非常にタイトなため、モーターをセットするとき一度スプリングを外さなければ装着できない。モーター取り付け後、正常にブラシがコミューテーターにセットされていなかったようだ。レースの世界ではこんな単純なミスも許されない。リーディー氏も心配して声をかけてくれる。これでマサミ、デイビッドとも1勝ずつ、3ラウンド目で勝負を決める形となった。しかしデイビッドは1ラウンド目5位、マサミは2ラウンド目リタイア。1、2ラウンド上位5位までの選手に優勝の可能性がある展開となり、ますます緊迫の度が増してきた。次はバトルでいきますバトルになるでしょう。そして運命を決める3ラウンド目。10分の1オンロード世界選手権、新カテゴリーへの挑戦を手掛け、プロジェクトを組んでおよそ4ヶ月、マサミ、マサアキ、チーム横も、そしてマサミをサポートしてきた様々な人々にその成果を問われるファイナルレースが今始まろうとしている。マサミトップで1コーナーを抜けていく。デイビッドもしっかりマサミをマークし2番手を追走。
タッチした走行を続け、3周目に向かう最終コーナーで正美が一瞬外に膨れた。デイビッドがすかさず差を詰め、テール2ノーズからパッシーにかかるが、正美がしっかりガードしトップを守る。このデッドヒートを競り勝った正美が次第にラップを上げ、徐々にデイビッドとの差を開き、逃げ切り体勢に入る。そして落ち着いてラップを重ね、4分を迎えた。完璧な走りで危なげなくゴール、優勝を決める。おめでとうございます。優勝しました。ラッキーでしたね。山田美。最終的には圧勝の形で手にしたワールドタイトル。たどり着くまで数々のトラブルがあった。メカ正明、横堀オーナー、そしてアジア地区から唯一エントリーの正美に声援を送り続けた IFMAR アジア会長、ともに喜びの笑みを見せる。やっぱり悪いことばっかり考えるんですよ。だからもうこれで次リタイアしてやったらもうビデオもならないし、ね、手を貸してもらったし、どういうかな。1週間にわたり熱き戦いを続けてきた10分の1世界選手権、結果3位にアソシエイティッドのジョン選手、2位には新生12分の1のワールドチャンピオンデイビッド、そして栄えあるチャンピオンは ワールドチャンピオン、もちろんこの人、弘坂正美選手が獲得。レースが全て終わりました。これで帰ってすぐオフロードの練習をして2週間後全日本選手権です。忙しい。10分の1オンロード世界選手権優勝という最高の形で終わったこのビッグプロジェクト。そして正美自身、12分の1オンロードクラス、10分の1オフロード 2WD クラス、4WD クラスと合わせ GP レース完全世界制覇の偉業を成し遂げることとなった。レースが終わった後は帰るまでの時間を利用して観光です。ここはドイツにあるお城です。挑戦、それは追う立場の人たちだけに当てはまる言葉ではないはず。常に世界のトップを走り続ける正美にとっても、マシンを操る限り挑戦の二文字は彼自身から消え去ることはない。ワールドチャンピオン
広坂正美の強さの底に、この挑戦の繰り返しと、それを乗り越えるパワーが存在する。チャンピオンゆえの挑戦、それは限りなく広がり、とどまるところはない。誰もがいつも心の中に持っていなければ成功しない精神、それが広坂正美が追い続ける挑戦である。マサミーズ RC カーワールドチューニングチップスセッティング編。ワールドチャンピオン広坂マサミ、スーパーメカ広坂マサキ2人が1994年全米選手権優勝者にノーマルキットで挑戦。彼らはどのようなセッティングで車を作っていくのか、その方法とは。好評発売中。マサミーズ RC カーワールドドライビングテクニック編。ワールドチャンピオン広坂マサミ、そのテクニックの全てを余すところなく紹介。そして伝説の秘密練習、その内容は好評発売中。